それではエントリーナンバー1番です。ミーファーユーです。コメントをご紹介していきましょう。平塚の宮城先生の教室で三線をお稽古しています。今回はちむたむし、純情可憐なネーネーが情け歌に挑戦しますとのことです。曲目は恋の花、恋の花と、そしてアシビションナネ、2曲いきます。エントリーナンバー1番、ミーファーユー、どうぞ。
どんな緊張があったんでしょうか。その辺も聞いてみたいものですけど。そうですね。お、皆さん。さあ、応援団の早速お花を持ってきてくれました。なんかもう応援団ですね。さあ、ミーファイユの皆さん、一言伺いましょう。こっちこっち来てくれて。はい、ミーファイユってどういう意味ですか。ややの言葉でどうもありがとうということです。ミーファイユね、どうもありがとうですよね。どうでした、演奏。ミファユの。こっちも緊張しちゃったんですけど。<笑>見てて緊張した。見ててすごい緊張しちゃったんですけど、でもあの、すごく心に染みました。またあの教室で飲み会の席でもぜひ歌ってください。はい、お教室仲間ですね。はい、そうです。ミファユの皆さんと、聞くところによると、やはり大会顧問の宮城先生と一緒にお稽古している一緒に沖縄民謡を歌いませんかということですけども、じゃあそんな皆様にぜひ最後、じゃあラストメッセージを。 先生、ミ、ユー、ありがとうございました。はい、ぜひですね、一緒に楽しい沖縄民謡を歌いませんか。皆さんもご一緒にご参加をお願いします。そのことですね、どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは行きましょう。